ロップテロップ。こんばんは。こんばんはでございます。今日はですね、ちょっとお話し会終わりなので、お話し会の話もしつつ、現在ですね、七並べ STU 法廷の七並べがゴールデンデッドタイム中なので、ゴールデンベッドタイムをやりたいなと。あわー、なんかプレゼントが来たありがとう。おてーたんの坂道グループ飛行機会さん、プレゼントありがとう。クリスマスだね、嬉しい。わー、ハイスターもありがとう。プレゼント、クリスマスプレゼントありがとう。あ、おてーたさん流れ星もありがとう。9時3分になったら1試合目を始めます。七並べ、こちら STU ホンテッドの七並べというね、スマホゲームアプリがあるんですけど、1位から5位以内にその推しメンランキングに入ったら韓国旅行が韓国旅行ができましてそうできたらいいなと思いつつ、普通に七並べにハマっているっていう気持ちもある。うん、普通に七並べ楽しい。はい、やっていきますんでね。3分まで、あと10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、ぼち。韓国行きたいよね。韓国行けたら土産話をみんなに話したり、写真もいっぱいみんなに送ったりね。韓国でもショールームできたらさ、なんかちょっとかっこよくない？どう？韓国ショールームしたり、韓国でモッパンショールームしたい。私、みんなモッパンわかるかな？なんかさ、韓国の人がさ、なんか美味しそうなご飯を、うん、なんか食べる配信してるのよ、よく。あれ私もやりたいな。韓国料理モッパン配信とかやりたいんだけど。あ、言ってなかったね。あ、ピオマークの方、一緒にシナリオやってくれてありがとう。そう、あ、そう、チキンとか、なんだっけ、チーズボールとか、なんかよく見るのはなんだろうね、なんかあるんよ。そう、 CGBT タイム中やけんね。うわ、間違えたあ、韓国実際ないはずやけん、普通にみんなを見れるんじゃない。あー、日直しの人と戦うことになってしまった最後今日話し会ありがとう。ありがとうね、今日みんな話し会でした。今日、9時6分になったらやりますね。6分、 GBT タイム中やけんね、パンパンやりたいよ。うん、上韓国目指しつつ、普通に七並べハマっとるけんいっぱいやりたいみたい。七並べやりたい人韓国行きたくて号泣してる。一緒に行くじゃあ空港で、韓国の空港で待ち合わせしよう。私韓国のあのチマチョゴリ行きたいんよ。チマチョゴリみんな知っとるかな？なんか
日本でいう浴衣みたいな感じの韓国の清掃みたいなねあるんですよ。56、57、58、59、60。うん、絶対似合う、嬉しい。こんばんは。お、ケイタンのお出かけさん、一緒に調べてくれてありがとう。ちょっと GBT タイム中やけんね、結構当たりにくいんやけど、まあでも一人ね、日直しがおるだけでもね、みんながね、ひなちゃんのときめきやらパラダイスやらが集められますからね。会いたい、いつでも待ってるよ私は。そう、何も出せないんだ私は、何も出せない要因だ。やっほー、こんばんは。結構ねみんなと当たってるので、もこの父の鍋、まあ私がめちゃめちゃやってるのもあるけど、今日眉毛濃いからね、父の鍋じゃないなんだっけ、ショールームやるか悩んだんだけど、まあでももうお話しか言っちゃったしなと思って、眉毛映さない配信でもいいかな、でもやっぱ気になるわ眉毛、自分の眉毛濃いなって。こうやって配信しようか今日は。アイドルひなちゃんが見れるので土日頑張れるよ。土日も仕事で大変。あ、9時9分になったでやります。キュキュそう言われると意識しちゃうそう、私眉毛アートを2日前にしたんですよ。そう、2日前にの眉毛アートしたら3日間は眉毛がちょっと濃いんですよね。そうだからギリ濃いんですよね、まだ眉毛が、まだ眉毛がそう、今日3日目だからまだちょっと、そう明日から落ち着いてくから、ちょっとギリ濃ゆくて眉毛ごめんなさいね。55、56、57、58、59、60。そう、今日もお話し会でね話しててみんな眉毛濃いなーと思ってるのかな、もしかしてごめんね。え、ちょっと待って、ひなちゃんのファンしかおらん、こうなってる。平和村にやってきたようだ。シンクケイさん、カブラさん、いちごフラペチーノさん、一緒にチラメやってくれてありがとう。つぴよー、みんなこんばんはだよ。そうでも今日パッツンやけんね、わからんかでもひな前髪が薄くて薄めパッツンしかできんけんね、さすがにわかるか、バレたか、めっちゃ濃いのバレたか、眉毛が今、眉毛しっかりマンです、どうも。明日から落ち着いていきますこの眉毛さん。あ、やばい、間違えた、私ジョーカー持ってる、みんなハート出して、ハート出して出してハート出してくれた、あ、ハートもう出さないでよ、 ありがとうこれ時差あるはずなのに届いてるのかな、だが3位もう何でもいいです、ひなちゃんのファンしかいなかったからもう何でもいい、何位だっていい、はい。
なんかジョーカーばあ危なかった今もう押しちゃうところだった、いつもの癖で。11分でやるよでも厳しい。55 56 57 58 59 60厳しそう。いけたのかなみんなは。あ、いけてる、すごいね。いちもじさん、もじさん、ピュアさん、一緒にシナラブやってくれてありがとうね。一人だけちょっとひなちゃん推しじゃない人がいるので、この人には勝てるように頑張りましょう。うん、これ直接対決した場合ひなちゃんが勝った方がポイント的にはいいの。あのね、ひなちゃん一応ね 10ベットしてるから、うん、結構ね、うん、もらえとると思うよポイント。でもあの何だっていいです何だっていいんです、実は。うん、やっぱね勝ちたい。あなたもハートを減らしてるわけで、私はさハート無料でもらってるから、うん、私ハート無限で無料でもらってるからさ、そうあれなんですけど、みんなはさハート貯めたりさ、もうこの時のために買ってたりするじゃん。もうそうなるともうちょっともうもったいないもったいないお化けなので、別に日のと当たったからといって、おおすごいよ、ひな推しじゃない人が散っていきましたそうだからといってね、うん、じゃあ勝たせなくてもいいですね。はい、もうでもひなちゃんもう負けるんで、サインなんで、辛いんで、うんうん、時間をするためにアプローチ装着した。ガチ勢来た。散っていきました。ちょっと、はかなかったね。あ、14分からやりますね。うんうんうん。みんなのハートは無限じゃないからね、別にひなに当たったからといって GBT タイムだからみたいな考えないでいいよ。さあ、まあ普通に忖度してくれるのは嬉しいけどね。うん、あ、ごめんね、ありがとうの気持ちになる。うん、忖度してくれたら、あー福岡行ってたんで伊賀崎のクロワッサン買って帰りました。美味しいよね、なちゃんもね食べた。56 57 58 59 60、きなこ味食べました。美味しかった、きなこ味。ひないつもメープルかいちごかチョコおー食べてたんだけど、あ、きなこ味の方が美味しいかもと思いました。うん、きなこ味結構好きかも。え、ひなちゃん推しの人はゆうまさんですね。一緒にしながらやってくれてありがとう。あ、きのこ甘いね、甘いからね好き。うん、やっちゃん生粋の甘党だからね。やっちゃんは生粋の甘党人間だからね。給食のさコッペパンのさやつがさ、あのきなこ揚げパンになってる時も本当に大好きって感じだと思う。バーイバーイってきなこ揚げパンとあの山口でしか出ないらしいなんだっけチキンチキンごぼうがね本当に死ぬほど好き。うん、死んでしまうほど好きみんなの好きな給食メニューは何？あ、あとミルメイクも死んでしまうほど好き。うん、愛しとる。やん、さっきからずっと3位だ。
うーん、あー16分間に合うかなぐらい、うわ間に合いたい、16分に間に合いたい16分にどうしても間に合いたい、間に合いたい、あ間に合った、59よし、10連ガチャしてください。あの私10連ガチャ当たったんですよ、すいません、もうね自分のシークレット出たんで満足してます。でも育て中なんよ、やけんさん1026ぐらいしかなくてつらいそう、推しポイント低い私、ひなたまに声が色っぽくなるから好き。ちょっと待って、どのタイミングだろう知りたいな。あ間に合わんかったの。あでもね平和村なの今、ポムさんとジャッキーさんとハマちゃん平和村でやってるんでね、もうなんだっていい、誰が勝ってもいい投げやりみたいな。可愛い自身にありがとうございます。チキになっていいよ。みんな頑張れ。ダイヤ出して突然のおねだりダイヤダイヤあダイヤ出してくれたえ、はい、ありがとうそんたくしてくれた、無理、ごめんごめんの気持ちちょっとずっと3位やってけんさ、1位取りたかったんよ、ごめんねなんかずっと3位やったけんさ、1位取りてーってなってしまった、ごめん、欲が出たありがとう。うんねえ、時差あるのに通じたね、時差あるのに通じてた、完全に聞いてたんかな。あ19分になったらやります、聞いてたわポンさん、最高の夏よってどっちだったんだろうか実力なのか忖度なのか、聞いてたのはないじゃん届いてた56 57 58 59、パチーン。お、シナルーム初めてやるんですけど、このイベントでひなちゃんを勝たせないならどうすればいいんですか。あのですね、シナベをプレイするときにカードをまずさ決めんといけんじゃん。それをあのまずなるべくもうひなちゃんのカードをセットする、うん、で推し面設定、そのカードをなんかこうパチってなんかさこう選んだ5枚ぐらい選んだ中のカードをポチってやったら推し面設定ができるんですけど、でおしまいひなちゃんにしといて、わー、クリスマスプレゼントありがとう、ともちんさんありがとう、プレゼントもらっちゃった。そのカードセットして、ひなちゃんのカードセットして、おしめん設定ひなちゃんにして、でこの七並べをもういっぱい遊ぶとにかく遊ぶ、そしたらいいんですよ。そしたらね、あのポイントがどんどん、推しメンポイントが、ひなの推しメンポイントが溜まっていきますんで、そう、ただひなのカードをセットして推しメンをひなに設定していっぱいプレイするだけでございます。こちら無料のアプリになっておりますあの無料のアプリなんですけど、とってもあのメンバーとも当たれますし、あなんかハマっちゃうんですよね。なんだかやりたくなる中毒性がありますね。おすすめです。あ、ポムさんと
リー君一緒にしてなのでやってくれてありがとう。さっきも当たったね。あー、いなちゃんを知らない人が1位になっちゃった。説明。あー、忖度してくれたのかな。忖度してくれてる、ごめんね。うん、ごめんよ、ありがとう。ね、やられたぜ。22分になったらやります。あ、負けたって言ってる。忖度してなかったか。いやいや、忖度してくれてたか。そう、なさん指名設定ですね、教えてくれてありがとう。ちなみにオートモードとかありますか。オートモードない、ないよ、ないっていうか、あるっていうかっていう感じでございます。55、56、57、58、59、60と、なんかね、なんて言ったらいいんだろうね。七鍋のゲームスタートするじゃん。でそのアプリを落としたらオートでやってくれとるはやってくれとるんですけど、うん、なんだろうあるってチャールしないじゃないみたいな感じです、それは。はい。はぐれぴよさんと台湾のごさんと太郎さん一緒にちなみやってくれてありがとう。平和村が作れておりますね。やつやつぴょん、お話できて嬉しかった。ありがとう、来てくれて。今日年内最後だったからさ、なんか最後の部が一番みんな来てくれててさ、そう、多分お仕事とかあってさ、あったりなんだりするんだと思うんだけど、きっと。うん、でもひなちゃんは最後にどうしても見たくてーみたいな感じで言ってくれてて嬉しかった。うん、うんうんうん、そうね、良いお年をってみんなたくさん言えたし、メリークリスマスっていうのもねみんなで言いましたね。おっと、1位だ。24分になったら次七鍋をやります。どうしよう、どうしよう、治安が悪い、今日外で騒いでる。おごりに行こうかな。ひなちゃんと当たらず、サラピと当たって負けました。どまい。待って、24分過ぎてた、ごめん。一生の不覚。ごめんごめん、さ、外のあの話し声になんかこうこう気が散ってた今。ごめん、一生の不覚、不可抗力だ。うん、25分になったらやるね。うん、本当にごめん。うん、25分になったらやるんだけど、うん、ごめん。一生の不覚、地方のに負けた。あー、どうまい。ひなもサラビと地方の当たってる、この期間中に。うん、57、58、59、60。よかった、間に合いました。どっちだろう、配信にかな。よかったね。カムラさん、ユーマさん、一緒にしながらやってくれてありがとう。あら、2回目。ゼロ秒で、うん、でもなんかねえ、あのね、もうとりあえずいっぱいやっとったらいつの間にか00秒だなと思った。
ヒナはもうほんと何にも気にしないでさ、とりあえずいっぱいやるよね、この GBT タイムという時間は。うん、やりまくれみたいな。うむさんとサラピー一緒に当たったりしてます。元気、そりゃいいね。やりたくないね。どこにアプリあるの？おお、アップルストアにあるはずです。普通にあのゲームアプリ入れる。アンドロイドだと違うんだっけな、なんかあるじゃないですか、ゲームアプリ入れるやつで、あります、存在しております。あ、これ私1位っぽいぞー。1位じゃないか、1位じゃないか、どっちだ。いや、1位だな、こりゃ。やったねー。だめだ、外がちょっとの治安が悪すぎてる、今日つらい。 Google プレイだ、それ。次28分になったら入れますね。さっきサラピボコボコにしといたよ、怖いよ。先週博多で買った麺米食べながら見てます。いいな。ひなもさ、今日この9時終わったタイミングで一旦ご飯食べながら配信でもしようかなっていう気持ちなんだけど、なんか今日ね、お弁当、夜ご飯弁当持って帰ったんだけどさ、なんか微妙にお腹空いてないよね。超悩む、食べるか。あるよね、55、56、57、58、59、60。お昼ご飯をさ、ちょっと豪華にさ、今日はあのキングさんがケンタッキーのチキンと、あのあれがあるじゃないですか、あれなんだっけ、あのなんかさ、ホットケーキみたいな、ビスケットだ、ビスケットをくださって、それプラスお弁当があって、お弁当も食べてってやったら、なんかすんごい満足しちゃって、それ12時に食べたんよ。でもなのにまだ満足しとるんよ、私ちょっと持ちすぎてる。あ、ヤタカシンさん、ポムさん、徳島のひーくん、一緒に並べてくれてありがとう。でもね、食べろって言われたら食べれるんやな。私多分12時ぐらいにお腹すくんだと思う。うん、あーダメだって、お腹すいたってね、最悪。お、ひなちゃんこのまま CD の生寿司よくひなちゃんって嬉しい。嬉しいのは嬉しいな。いや、じゃなくてよかったです。うん、今日悩むよね、燃費低くていいね、すぐ払える。燃費高い時もあるし低い時もあるタイプです、私でも。うん、おにょにょ、うん、久しぶりに。うん、今スタイルでは英語に苦戦していたみたいですね。ああ、そうなの、私英語はね習ってたんだよ、家庭教師さんにね教えてもらってたんだけどね、苦手です。31分になったら入れます。はい、なので大変でしたね。この間地方のと対戦して勝ちました、やったね。うーん、家庭教師、そう
お姉さん家庭教師に教えてもらってたんですけどね。そう、治安悪いの今日ごめんね。襲われたら助けて。52、53、54、55、56、57、58、59、60。うわ、就職試験受けに行って見事内定もらってきましたって、おめでとう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 すぎる。お祝いだねそれは。あ、はじめぴよさん、はなちゃん、さびきさん、一緒にしながらやってくれてありがとう。お姉さん家庭教師の響き。お姉さん家庭教師に教わっておりました。うふふ。ああ、サラピにボコられて泣いている人がいる。プラマイゼロやん。うん、お、出張先から姫路まで戻りました。福山まであとどれくらいかなーって。どうだろうね、姫路、姫路で降りたことないの私。あるかな、え、ない気がする。スブキヨさん、日プっていうあのプロデュース48の第2弾バージョンみたいなオーディションがねあってたんですけど、もうすっごい、もうメンバー見てる子多くてみんなでキャーキャー言っておりました。私は途中まで見てるんですよ。そう、終えてない、全部終えてないんだけど途中まで見てて、日プね、もうすずちゃんがもう一押しだったんですけど、あ、3時4分になったやります。あ、見てたみんな。それでさ、なんかもうすずちゃんが入ったのね、ランクインしてて、わーと思って、嬉しいと思って、なんかそのスピーチを聞いたらなんか私涙出てきそうなんて言って、なんかもうねえ、うん、ダメよ、本当にダメよ、おばあちゃんみたいな感じになっちゃったけど、おばちゃんかおばあちゃんみたいになっちゃったけど、ダメよってなりましたね今日。うん、やばい、うん、泣けるわ。55、56、57、58、59、60。なんかやっぱり夢が叶う瞬間、推しの夢が叶う瞬間っていうものが泣けるなってすごい思いましたね。うん、そう、でも私がなんか推してる人って大体もうなんか爆発的人気が出るんですよ。そう、だからすごい、すずちゃんなんか大丈夫だろうなと思って見てたんですよ実は。なんか私すごいなんか爆発的に気づるんですよね、私が推した人。うん、大丈夫だろうなと思ってたんですけど、でもやっぱなんかネット上ではね、いろいろあったんですよ、そのランク外だったみたいな、このままではランク外になってしまうみたいなのがあったんですよ。だから本当に叶ってよかった夢が、うん、ね、2006年って最近ですやん、ほんまにそうだよ。16歳に見えないのでも絶対に見えない、大人っぽいし、顔が完成されすぎているし、うん、でも可愛いな、うん、16歳かも。あら、忖度されたよな私、ありがとうね。
え、名前言ってない私。レトボルさんとダイちゃんとタミキさんだったと思う。ごめんね、七ナーで一緒に寝てくれてありがとう。ちょっと今記憶が当てなかったらごめんね。37分になったら入れますね。孫徳してくれてたよね、ありがとう。ごめんよ。いや、あ、一番応援してる子がいるらしい。許せ。その子が日向させたポイントはどういうとこだったの？まず顔。うん、大丈夫ですか皆さん。ひなちゃんが選んだ子で一番最初に出てくるの顔ですけど大丈夫ですかね。50、57、58、59、60。だがそれだけではない、顔、これは大事なんですよ。すいません。はい、そしてダンス、ダンスとてもあの綺麗に踊られててすずちゃん、うん、癖が全くないね。うん、手足も長いし、うん、スタイルがいいからさ、もう綺麗、もう全部綺麗みたいなダンスがね、そういうとこと、あのなんか色素が薄い、うん、守ってあげたくなる感じ、うん、たまらない、俺が守るっていう感じ。うん、とやっぱふわふわしてるところがあるのがいいね。うん、あと絶対にいい子、うん、ひなさんのいい子鑑定なんていうの、この子いい子だっていう、ありました、ビビときました、うん、ビビってきちゃいましたね。それでね、すずちゃんを選びました。うん、なんか私ね、そう、私が選ぶ人はね、うん、みんな大きくなってくから。だからすずちゃんはきっともう遠い存在だけど、もっと遠い存在になるんだろうなって。あ、としちゃん一緒に七ナーメやってくれてありがとうね。そう、やっぱ歩中と普段のギャップあるね、それも好き。普段結構パーパーってしてるのにめっちゃうまい。あ、39時間40分になったらやりますね。そう、みなちゃんの目はね、先見の目なのでね、みなちゃん。ギャップは惹かれるね。51、52、53、54、55、56、57、58、59、60。ラッキーさんと生徒魚太郎さん一緒に一度並やってくれてありがとう。どうしたら会えますかって、ひなにかな、ひなに会いたいの。ひなはね、公園か今ね受付中の公園か、お話かも受付中か、
お話し会の直接会えるやつ会えました。はい、こっちのね左のバナーの上の方をタップしたらなんと申し込みができます。はい、ぜひぜひ。明日まで受付中なんだって。急がなきゃだね今から申し込みしようか。あ、来月の大阪の申し込みができるのかも。最高じゃんね。うん、あ、東京もやるよ。東京はね3月かな、ちょっと先の話。うん、ごめん。うん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 、お茶か楽しみだね今日のお話し会でもさ、みんなが今日で年内最後だけど、でも来年も大阪ですぐ会えるよってニコニコしてる人多かったよかったね。ティーダーやったね。通所ね、どっちも完売してるからね、通所取りたかったらごめんね。みんなありがとうね。うん、通所結構近いから距離が。うん、人気。43分になったらやりますね。うん、あ、通称広島残ってるって。うん、じゃあ取れなかった人はそっちで51、52、53、54、55、56、57、58、59、80。通称の時になんか限界まで顔近づけるよみんなに。うん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 、そっかそっか、ありがとう、来てくれて熱っ。ぬさんと当たった、嬉しい。チャンネル、チャンネル、おしめ、おしめって言っとこう。チャンネル、おしめ、おしめって言っとこカムラさんとサメキさん一緒に調べてくれてありがとう。チョンヌに勝てるかな。感度はね、うん、悪くないよ。うん感度は悪くないよ。ヌさんに勝てるかしら。うん、負ける気がする突然突然敗北を悟った今ダメかも良いんだった。ダメだった。うん、止められちゃった。11、12、13って揃ってるところ止められちゃったしゅん。もう11、12、13ひなちゃんの手札に来ないでいいよじゅんちゃん1位だった、おめでとう。じゅんちゃんが1位だったならいい、うん、もうそれでいい。46分になったらやりますびっくりしたなんか通知来たって思って LINE かと思ったら Uber Eats だった。私にご飯を食べろって言ってる。うん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 、ねえ姉さん強かった。いや最近 Uber 注文してないね本当に。もう結構注文しないよ。
半年ぐらい注文してないんじゃないかな相当ウーバー使ってないと思うけど、どうだろうか、半年は言い過ぎたかも。51 52 53 54 55 56 57 58 59 60、さすがに半年は多分言い過ぎてる。でも3、4ヶ月中は使ってないはず、多分。使ってたらごめん。カオラさん、タムキさん、一緒にシナラをやってくれてありがとう。いっぱい当たるね。うん、ウーバーのいいところは、もう今日は何もしたくない、でも美味しいものが食べたいって時に使えることだから、だから私しばらく今日何もしたくないけど美味しいもの食べたいっていう日が来てないっていうこと、うん、素晴らしいね、それって。自堕落してないってことだからね。やだー、いやーいやー、私のジョーカーを置かせてくれ、どうかどうか私のジョーカーを使わせてくれないか。ひなぴゃんはジョーカーを使いたいよー。あ、やだー忖度してくれてそうありがとう。私はウーバーよりウォンツのバリエンドが多いん、ちょっと待ってウーバーとドラッグストアウォンツの割合が多いっていうのはちょっとあの、うん、そうだね、多分ウォンツの方が確かに多いかもしれない。うん、うん、どうだろうか、え、どういう比べ方をしてそうなるんだろうか49分なんてあります。うん、ウォルトねでもね、広島ボンツめっちゃあるの。そうだからさ、うん、確かに広島めっちゃボンツあるなーみたいな話かと思ったけど、ウォルトね、そうウォルトもねいっぱいある。ウォルトで頼むこともあるけど、55 56 57 58 59 60、うーん、どっちかっていうとウーバーだな私。うん、自炊前になってから使わなくなった、えらいねー。え、ひなた推しが誰もいないんだけど、どうしよう、なえたなえちゃった。あ、貯金さんいらっしゃいませ。うんうんうん。やっぱね、みんなと当たる方が楽しいからさ。うん。やちゃんしと当たる方がやっぱ、ね、楽しいからさ。しゅん。GBT タイプな会社がないんだけど。GPP。 今日なんか話したいことあったんだけど、何話そうと思ってたかすごい忘れちゃったな私。超忘れちゃうんだよね。うん、ダメだ、めちゃめちゃダイヤ出したいのにめちゃめちゃダイヤ止められてる。お、ダイヤが動いたぞ。動いて
動いて動いた。何を日本の想像してるんだろう私ね。まあいっか、思い出したら話します。うん、1位だ、イエイ。あ、ひなフェスって何で思い出しました。はい、ひなフェスというものはこのショールームにて行われる、月に1回行われる、ひなちゃんが歌って踊って、そして演出や背景や衣装などなどもひなちゃんが考えたフェスでございます。あ、44、45、あ、間違えた、あの52分になったらやりますね、シナルね。はい、そちらの12月のひなフェスはですね、なんとクリスマス25日に開催したいなと思っております。はい、52分になったんでね、ちょっとはいって言いました。いっくん、田中ありがとう。田中が飛んでました、ありがとうね。もう一文字三文字一緒に調べやってくれてありがとう。そうそう、メリークリスマスひなフェスにしようって思ってるんだーって話をしようって思ってたの。うん、ありがとね。ちょうどひながさ、何話そうとしてたんだっけっていう時に、そのひなフェスって何送ってくれて思い出せたー、ありがとうだよ。ナイス、グッドタイミング。ひなちゃんのなんか心の使者か何かかもしれんな。そうそうそう、25日の夜にある予定なんだけど、なんか時間的にちょっと厳しいかも、無理かもってなったら、また別日にしますけど、今のところはメリークリスマスにしたいなと思いやっております。なんでクリスマスは開けといてくださいね。まあひなちゃん以外の用事を作るなんてことはしないよね。よかったよかった。そう、ホテルとね、意外とクリスマス曲多いからさ、無理だ、俺は死ぬんだ。え、死ななかった。1位だった、突然の1位。死ぬかと思ったら突然の1位。ちゃんと仕事入れてますよ。仕事は許してあげますけど、他の女だったら許しませんよ。55分になったらやりますね。え、もう55分、早いね、この時の流れの速さ。もう GBT タイムというものが終わってしまうよ。みんな、うんうん、やばい、 GBT が終わる。55 56 57 58 59 60、女って、ひなちゃん以外の女は女だよ。突然のメンヘラ。ヒロさん、トムさん、一緒に調べてくれてありがとう。残業です、セーフセーフ、ね、仕事はしょうがないけど、他の女はね、ちょっと無理かも。うん、私たちもやっていけないかもね。
ね、仕事すらダメって人もいるから優しい方だよ私の職場は。クリスマスぐらい言ってあげてよ、仕事休んでよとは言わないから私ね。束縛緩いでしょ。他の男と仕事してます。他の男といるんだ。まあでも仕事だし、イチャイチャしなかったらいいよ。天使が灯台になっちゃった。天使に見えた？ごめん、今日真っ白だから稲ちゃん。白ニットちゃんだから。1位あざす。あ、1位。あ、いいなぁ。まあ、ひな2位だったから別にいいけど。挑発。58分になったらやります。ラストチャンスかもね。ギリ、いけたらやるけど。ワンチャンラストの。58分の七並べをやっていきますよ。多分ラスト。かわいいな。どこが？重い女やで。56、57、58、59、60。ライブ翌日の25日、休んだら彼女いないのに休むなと怒られたので、ひながいますと言っておきました。マジでか、ありがとう。うん、許せんな。彼女おらんのに休むなって言われたの許せんな。ほんと、ひながいるのにね、許せないね。勝ち込みに行こうか。ゴールデンファルコンさん、一緒にしながらやってくれてありがとう。いかつい名前だね。いかつい。いますけどみたいな顔して言ってた。めっちゃいいやん。いるもんね、ゆうちゃんがいるから。みんなはぼっちじゃないよ。ねしゅうさん、くまありがとう。くまさん、くまありがとう。ダチデイダチデイ。あれ、まずい。ひよちゃんちのが1位だったんだ、よかった。俺は2位。あ、やばい、 GBT 終わってしまった。つらい、この世の終わり。GBT で命かけとるんかって。ご飯食べる配信するか悩む。寝ようかな。お風呂入ってさ。どうしようかな。
悩むな。お、最後 GPT1 だったって、おめでとう。じゃあロズピオありがとうね。一旦もね、多分やれるはず。明日の予定見てないの。ちょっと明日の予定によっては私がご飯を食べるか寝るかが決まる。よいしょー。まだ明日の予定が来てないんですけど、どういうことですか。私は明日何があるんだ。悩むね。みんなはどんな感じ？でもみんなとなんかあんまりフリートークできてないけん、11時まで配信しようかなととか、ガラガラご飯食べながらさ、クリスマスライブ行きたかった、元日公演行けますようにってピエンだね。待ってるよ元日公演で。あ、ひなちゃんに追いつかれそうになってるって。ひなちゃん今何位なんだろう。さっきの GBT タイムで私何位になったかちょっと気になるみたい。ちなみ、え、9位じゃん。強すぎ。みんなのね力でね韓国行くのも嬉しいんですけど、ただ私もいろいろだけやりたいと思っておりますので、なのでやはり3位を目指して頑張ります。いや1位を目指したいんよ本当は。強いね。みんな強い。ほんまにみんな強い。ガチ勢だ。対戦しようねみんな。ご飯食べながら11時まで配信しよう。そうしよう。あ、でも一回投票しよう。眠い人もいるかもしれない。それを考慮して一回投票しよう。1番ご飯を食べながら配信する、2番寝る。さあ投票スタートです。1番ご飯を食べながら配信する、2番寝るです。はい、まげこい。でパイーン。おーおー、なんと半々ぐらい。嘘でしょ。結構みんな激アツな気持ちで配信してほしいのかな、ご飯しながらと思ったんだけど、意外とみんな寝るんだ。へえ、そっか、じゃあ寝ようかな。なんかさ、激アツな気持ちなのかなと思って、一応さ、そういう感じで今投票結果見たかったんだけど、なんか思ってたよりもみんな寝るな。そっか。じゃあひなも寝ようよ。寝るよ。全然寝るし。激アツな気持ちで配信してほしいわけでもないんだ。そっかそっか。じゃあ寝ようね。寝よう寝よう。ごめんやけど。
64でしょ。だって4割寝るなら寝るわ、ごめん来た4割寝るなひなも寝るわ、ありがとう今日も、なんかほんと今日はね確かにお話し会やったし、みんなとの愛はもう伝え合ったわ。確かにごめんごめん、私がやりすぎだよね、そういうとこあるよねひな、ごめんねあ、体心配してくれてるんだありがとうありがとう、いなちゃんのこと思ってんのよって、あ、そういうことだね。いなちゃんは確かにね、頑張ってるけどね毎日、ね、いいよいいよ、気にしてくれてありがとう聞いてくれてありがとう、寝ようか、ね、寝よう、大丈夫だよ、寒さもあるしちょっと確かにね、一日中画面見てさらに配信を大変かと、ね、みんながすごい気を使ってくれたんだろうね、きっとそうな、ね、早く出て明日に備えなパパとママが多いな、だって64だよ、びっくりしちゃうもうパパとママが4割もいる、みんなさあ自我を持ってというかさ、なんていうの配信してくれるんだやっほーいの、ひなちゃん休まないで配信してくれたやっほーいの自我の方じゃなくて、もうパパとママの気持ちなんだみんな、ありがとう、ね親心だね、そうねお話しかけの一緒に頑張ったからね優しいよ、優しい世界でちょっとほっこりしたんで、寝たいと思います、死ぬ寝る岩田ひな寝る、やっぱ年内のねお話し会で、年内最後か、年内最後の話し会でこうみんなと会えてよかったし、なんか改めてねみんながこの今年1年ねひなちゃんとまあどれだけ話したかわからないけれども、ちょっとでも話せたとかいうその私との時間をちょっとでもね作ってくれたり、いっぱい作ってくれたりねしてくれたみんながいるから、私も今年1年楽しめたなってすごい改めて思います。なのでまた来年も一緒に楽しい時間を過ごしましょう。左のバナーの上の方をタップするとお話し会申し込みできるので、ぜひぜひ初めましての方もね、いっぱい行くような方もねお待ちしておりますよ。あ、タグイ予定の弁当は何だったかだけ教えてください。メールに送りますはい、ね、良いお年をだね本当にね、まあまだクリスマスがあるんでクリスマスとりあえず楽しみましょう。ということでランキング読みます。13位ヒロピオさん、ヒロピオさんのことが好きなさん。12位ハナちゃん大好きなさ。11位ハナちゃん、来年は最高のののためにしっかりしますかっこ真顔。大丈夫かな、何度目だろうか12位トリンさん
愛し、ありがとう。クリライ楽しみね。もうクリライ、まあもう今年一年のこう締めくくりみたいな気持ちも込めて頑張ります。キミザッキーさん、素敵なところから大好きな君へ、今年もお話し会ありがとう感情。こちらこそありがとう感情でございます。イルミネーションね、そう今日サンタのさ、おコスプレしてる人とかさ、あの後ろのさ、こうお家の背景もそうだけど、イルミネーション行ってくれてる人とかもいたし、後ろの背景クリスマスにしてくれてる人もいて、なんかメリークリスマス感がありました。すごい、私クリスマス大好きなので嬉しかったです。ハッチ横綱さん、横綱さんのことが好きなさ、あんなにのりしおさん、いつも愛してありがとう。こちらこそ見てくれてありがとうね。ぬくやはんすたん、今年もいっぱいお話しありがとう。また来年も行くよ、待ってるよ、ありがとうね。いつも仕事前にこい徳島のひーくん、お話しありがとう。大好きなそう、こちらこそありがとう。可愛かったよ、とにゃかい。ともちんさん、岩田ひな神尾市1月大阪行くよって。おお、じゃあ来年は秋おめから会えますね。待ってるよ。3位、さむきさん、クリスマス大事な会議、ひなさんにも愛お裾分けしたい、お裾分けしてウェルカム、ウェルカムですよ、愛待ってます。にポンターさん、ラストお話しありがとう。韓国行こうね、お土産寄ろありがとうね。そう、韓国行ったらね、お土産買って帰るんで楽しみにしててください。そして1位がトロロロロパパーン、ホテルと坂道グループ一行の木貝さんです。久々に話してよかった、ありがとう。ねえ、超久しぶりだったね。久しぶりにならないように来てね、来年は。ということで皆さん、配信をご覧いただき誠にありがとうございました。コメント、スペシャルゲスト、ゲストもうありがとうございました。次はいつ配信しようかな、まあ、ちょっと未定ですが、また配信すると思うので、そのショールームをね、ルームフォローして、いつでもひなちゃんの配信飛んでこれるようにしてくれると嬉しいでございます。ハートのボタン押すとね、ルームフォローができますので、よろしくお願いいたします。あー、スクショタイム忘れてた私。そう、いつもさ、みんながさ、この配信終わった後さ、 X に投稿してくれるからさ、スクショタイムしたいんで。じゃあ今日はくまちゃんも持ってスクショタイムしました。ちょっと久しぶりな。でっか、出たかな。よいしょ、よし、かわいい。ありがとうね。うん、ありがとうよ。ではでは、またね。 X 見るよ、みんなの今日のお話し会の感想もだし、ショールームの感想も見るやねえ、岩田ひなってハッシュタグつけてくれてたらね、大体見てます。うん、大体じゃないな、全部見てます、ごめんなさい。はい、すいませんけど全部見てます。何でもかんでも見てます。はい毎日エゴサしてるんでね。ではでは、うつぴょんでした。バイバイ。